ノアイユ死尺不採定、あるいはより完明に、ヴィラノアイユは、フランス共和国バール県イエールにある、歴史的記念物に指定されている、建築物である。イエール市街を見下ろす丘の上にあり、中世に建てられた、古い白砂糖、サンベルナールが近くにある。建築家、ロベール・マルイコール・ステバンスの設計による、本邸宅は、居住機能を追求する。 装飾的要素を切り詰めるといったモダニズム建築の理論を具現化した建築としては最初期のものである。邸宅の南東端にある三角形のエリアに設けられたガブリエル・ゲブレキアン設計の庭は立体派の庭と呼ばれ、造園芸術の歴史上重要な作品となった。本邸宅の建築主、最初の所有者はパリの知識人層に影響力も持つ裕福な貴族であり、 近現代芸術の名だたる作家の多くと交友があり、良きメセナであった、ノアイユ夫妻であったが、1973年に行政に売り渡され、改修を経て1996年からは、美術館として機能している。ビラノアイユを建てたセシュノノアイユ夫妻は、1923年に結婚した若い新婚カップルであった。夫のノアイユ施シャルルは1891年、生まれ、 フランスの名門の愛ユや出身の貴族である。第一次世界大戦の後、1923年に、ベルギーの富裕な銀行家の娘、マリロール・ビショフスハイムと結婚した。シャルルは、教養人であった上に、貴族には珍しく1920年代の前衛芸術に高い価値を認めていた。夫人のマリロールも読書好きで、夫に劣らず、 同時代の芸術運動に深く関わることを好んだ。キューバとアメリカ合衆国を船で回る新婚旅行からパリの自宅に戻ったノアイユ夫妻はマリロールの父から譲られた自宅の改装を終えると地中海に面したランフツイエールに別荘を建てるため建築家を探し始めた。夫妻はまずドイツ旅行中にベルリンの若き建築家、 ミース・ファンデル・ローエンに設計を依頼したが断られた。断られた理由については、ミースが忙しすぎたからとされるが、ビラのアイユの研究所は、先の大戦の終結から5年しか経っていない当時、ドイツ人のミースが、南仏で数年がかりのプロジェクトを実行することには、極めて困難な事情があったものと推測している。同研究所は、そもそものアイユ夫妻がビラを建てた動機として、 1914年から1918年まで続いた殺戮の後、メセナの貴族的伝統の養成するところにより、芸術の秩序回復を望んだことがあったであろうと推測している。ノア・イー夫妻は次に、パリでようやく名前が知られてきた頃の新進気鋭の建築家、ルコルビュジエに会ってみたが、彼の尊大な性格に、夫妻の気象が合わず、依頼することをやめた。 このような経緯を経て、ノワイユ施策夫妻邸の設計は1923年にロベール・マレ・ステバンスに依頼された。ノワイユ夫妻が設計依頼を試みた3人目の建築家、ロベール・マレイ・コール・ステバンスは、当時、フランク・ロイド・ライトの建築を徹底的に研究したフランス人建築家の一人であった。ロブ・マレイ・コール・ステバンスとの打ち合わせにおいて、シャルルドのイユは、 私は決して建築、ただそれだけのためにこの家を建てるつもりはありません。私は実用性という観点のみからすべてのものが使いやすいように組み合わされている。あくまでも実用的で単純な家を望んでいます。という要望を伝えている。マレステバンスにとって本邸宅の設計は初めての大きなプロジェクトであった。彼は本邸宅の設計を始めるにあたって、 ネーデルラントの芸術集団、デステールとドイツのバウハウスの理論を研究し、ウィーンの建築家、ヨーゼフ・ホフマンの建築をモデルにした。設計は1923年中に始まり、建設志向は1924年から1925年まで行われた。ただし、住宅としての機能に関するブロックや、火事のように供する部分の大半は、基本的に地元の建築家、 レオン・ダビドに任された。ダビドは工事の際の設計監督者として、マレイコール・ステパンスの構想を引き継いだ。ビラのアユは1925年に一通り完成し、夫妻は同年から住み始めた。本邸宅は1933年まで順調に拡張を続け、広さにして2000平方メートル、60部屋を数えるに至った。ここでいう部屋の中には、プライベートプールや、 同じく、プライベートスカッシュ場、体操場をも含む、ガラスの大天井が上部に設けられたプライベートプールは、フランスにおける屋内プールとしては最初期のものの、一つである。このガラスの大天井は、量とはめ板で心臓形主義を具現化した斬新な作品であり、プールの他はアトリエにもある。ガブリエル・ゲブリキュアンの立体派の庭本邸宅は、 イエールの街を一望できる古い城の丘の上にあって大きな庭園もある。この庭園には地中海の植物がドノアイユッシャク自身の手によって植えられ、1925年にガブリエル・ゲブレキュアンが設計したジャルダンキュビストを付け加えることで完成した。この立体派の庭は三角形の庭とも呼ばれ、完成当時は ジャック・リプシッツの制作したブロンズ像が飾られていた。現在、このブロンズ像はエルサレムのイスラエル博物館に保管されている。建築家との打ち合わせは、建築の際だけでなく内装の際にも何年もかけて、当代の巧妙な芸術家たちや、作り付け家具の動向に詳しい専門家たちに呼びかけて行われた。作り付け家具に関しては、1924年の 装飾芸術サロンでの知見を取り入れて変更が加えられることもあった。そうして、クロームメッキチューブに布を貼った、チェア、革張りのアームチェア、金属天板にニスを上塗りした、可動式のテーブル、関節可動式の金属アームを持つ照明ランプ、壁面収納式クローゼット、引き出し収納可能な金属製家具など、多くの芸術作品が特注により集められた。したがって、 本邸宅では、備え付けのプールで使うために丸いコールステバンスが、自ら設計したチェア、トランザやマルセル・ブロイヤーのアームチェア、シェーズはシリーといったモダンな家具を同時に目にすることが、できた。フランシス・ジュルダンが内装のデザインを行った各部屋には、金属を構成部品に用いた、モダン家具の初期の傑作の数々が置かれ、鉄棒に吊り下げられた、陽動可能なベッドとともに、 ピエール・シャローのデザインした壁時計が飾られた。1928年には、鉄とガラスによる可動壁が収納可能になる小部屋が海を見張るかすテラスの上の屋外に設けられた。デザインはジャンプ・ルベ。磁石の部屋にもシャローが新しくデザインした家具が置かれた。シャローは小サロンのためにチョイスもデザインした。小サロンは同じく1928年にマダム。 クロッツのゲリドンとスツール、ルネプルーがデザインしたシュミネ、ラウルデュフィがデザインした壁紙で飾られた。夫人の部屋は、ジョイ・コール・ブルジョアのデザインした照明、アイリーン・グレーのデザインしたサイドテーブルと、絨毯、ドミニクのソファーアイス、フランシス・ジュルダンのチェアが入り、完成した。シャルロット・ペリアンの折りたたみ式の遊戯テーブル、ソニア・ドロネーのティシューシミュルタネ、 ジャンペルゼルの照明家具も導入された。ジョイ・コール・ブルジュアはまた、1925年に食堂の内装デザインを行い、1926年には4つの部屋の作り付け家具とアーチ型天井の部屋のカラフルなバーカウンターのデザインを行った。その他に、ピエール・ルグランも1部屋の内装を受け持った。ジーボルト・ファン・ラベステニア、 テオファン・ドゥースブルフらもまた集められた。ラベステインは1925年から1926年にかけて木製部材と金属部材を用い、異なる色に塗り分けた家具を製作した。その家具は2階のカラフルな客間に合わせて製作された戸棚と引き出しである。ドゥースブルフは家具類の組み合わせの構想を1924年に練り、1925年に実現させた。 彼は、スミス商会製のインダストリアルデザインの、人揃いのアームチェア、ロネオによる布製の戸棚、クロニウスリノシエが設計した5枚の鉄を結合させた、玄関の扉、ルイ・バリーエがデザインしたアトリエと階段の、ステンドグラスを取り入れ、組み合わせの妙を演出した。彼はまた、アンディ・ロラン、コンスタンティン・ブランクー氏、アルベルト・ジャコメッティ、マルテル兄弟といった彫刻家の作品も、 各部屋に取り入れた。ジャンとジョエルのマルテル兄弟は、ホールの中心となる柱の根元にレリーフを掘り、ホールに飾る多面体教を制作した。ガブリエル・ゲブレキアンにより制作された立体派の庭の一角に据え置かれる彫刻は、ジャック・リプシッツが制作した。その一方で、ベーラ兄弟により二つ目の庭も設計された。また、モンドリアンの有名な 灰色と黒のコンポジションや他にもジョルジュ・ブラックの作品を含むモダニズム絵画も邸宅に飾られた。戦艦期の1920年代から1930年代を通してノアイユ夫妻は近代芸術の重要なパトロンであった。とりわけシュルレアリスム運動が受けた恩恵は特筆すべきものがある。例えば夫妻はマンレイやサルバドールダリ、 ルイス・ブニュエルが映画を制作しようとした際に援助を行った。また、本邸宅で飾るための絵画や写真、彫刻作品の制作をバルチュス、ジャコメッティ、ブランクーシ、ミロ、コクトー、ピカソ、ドラマールラに依頼した。本邸宅は作品を制作するために集まった前衛芸術家たちの出会いの場にもなった。マンレイは本邸宅で1928年にフィルムを回し、 シュルレアリスム映画作品、最上の秘密を制作した。同様に、ジャック・マニュエル監督の作品、力こぶと宝石も本邸宅を舞台に撮影された。本邸宅は、その後、1940年にイタリア軍に接収され、病院に転用された。1947年から1970年までは、マリロールが夏の間の別荘として利用した。 彼女が1970年に亡くなると、本邸宅は1973年に行政が購入した。1975年と1987年に合わせて2度、フランス国定歴史的建築物として登録された。長く放置され、劣化が進んでいたため、複数回に分けて段階を踏んで修復と改装が行われた。改装工事は本邸宅を資格芸術と建築に、 関する美術館として作り変えることを目的とし、建築家のセシル・ブリオール、クロード・マロ、ジャック・レピケが主導した。美術館は1996年に開業し、造形、建築、デザイン、写真、服飾などのコンテンポラリーアートを常設展とする。服飾と写真に関する国際芸術祭やデザインパレードも定期的に行われている。ありがとうございます。